えー、はいお疲れ様です。l l の笹川です。寝てました、本当に。今日はもう怒涛のごとくいろいろ一気に片付けて、えっ、ー、と、NTT、FFT をあの N プログの方にも入れて動くようにしましたし、一気にって書じなたんですけど、あの <laughs> 疲れがどっと出て、ずっと寝てました。それであの 起きたらですねあのいつもありがとうねポルディさんがねえっ、ー、とえっ、ー、とイスズにコメントをいただいててね動いたみたいですよあの ntt fft ですけどもアイランドゾーテストオンオープン bsd amd 64 and mac os a、uh, arm for, uh, 64 uh, and they worked fine ok ok thank you thank you mr. ポルディ えンキューーマーチということでですねあの大丈夫みたいですごくしねえー、それから実はねあのえっ、ー、と組み込んで動かしてみたんですよあのえっ、ー、と演習率1万桁、えー、大丈夫ですあの動くし えっ行くも早くなってるし、それから値もあの正確にあの SBACL のアウトプットの比較して大丈夫だと思います。で安定動作しています。そしてあの忘れないうちと思ってね、<laughs> さっきちょこちょこっと書きました。聞いたにあの投稿してあります。なんか <laughs> もう、もうなんかもう。 疲れて、がまあ、あって、あんまりカチッと書くのもなんか疲れるんで、ちょっとおふざけ気味で書いておりますけども、もしよかったら参考にしてみてください。えー、というわけで、あのちゃんと動いたんで良かったなぁっていうところなんですけども、うんでね、<laughs> これ私のこだわりでしたよねあの、ここにも書いてあ,あのそれでも作ってみて。あの GMP はもうねめちゃくちゃ速いですよ。SBCL とか c リ i s p に採用されてるんですよね。それで演習率1万桁の同じコードを走らせてもね、えー、1秒かかんないんですあっという間に1万桁計算するんで、いや、これはすごいわと。というか、SBCL がすごいんじゃなくて、あの GMP ですよね。GNU の。これはあれでしょう。1910年代 から開発進められてしかもおそらくあれでしょその道のプロフェッショナル中のプロフェッショナルですよあの数値計算プログラミングの、えー、とプロが作ってるんだと思いますよ、えー、もういろんなのアルゴリズムを徹底検討して最も最適なものそしてアセンブリまで使ってあの本当の、えー、と要所の要所のところですねスピードに、えー、あのすごく影響するところアサンブリまで使ってるっていうから おそれはさすがにすごいですわって感じなんですけども。で、私、で、そこでまた対応がわかりですけど、じゃあそれをライブに組み込んでリサ、リスプに組み込んじゃえばいいじゃんっていうタイプの人と、えー、っと、いや、やっぱり自分で作る。 っていう人がいるかと思うんですけど、私はもう圧倒的に後者なんです。ジンクは素晴らしいと思いつつですね。で、本当に sbcl がね。瞬日計算主義は本当把握しました。すごい仁平あんたすごいってね。本当に思ったんですけど、それでもやっぱり自分で作ってみたいんですよ。で、やっぱり仕組み理解したいしね。 でちょうど昔、あのえっと三極管とか使ってあのラジオ屋さんで部品買ってきて、あのオーディアアンプ作ったりなんかやってましたけども、あのノリですね、いまだにね。えー、であの、それはね、メーカー性の買ってきたらね、いいのはあるんですよ、ローコストのやつでもね、当時でもね、ローコスタアンプなんかでも。でも、あのそれ買ってきちゃうとつまんないよなってなって、 悪いんだけどやっぱりちゃんと自分で部品を買ってきて、えー、あの配線して知ル対策してとかやるんだけどまあ、大概あのノイズ拾ったりだとかあのメーカー線には投稿呼ばないのですけれどもそれでもやっぱり自分で作ってみたいっていうのがねあ,あるでいまだにそうなんですね。ですごくね抵抗を感じるのはねあのお金持ちの人はお金にあの力に任せてね 何百万もするオオーディオアンプね、えー、当時なんかオーディオ雑誌なんか見るとねマッキントッシュだとかなんといろんなそのまああのヨーロッパ系のメーカーですわねあアメリカもあったかなでもう何百万と出せばねそりゃ最高にいいやつ手に入るわけなんですよでまああのーオーディオの楽しみって まあそれも一つ楽しみなのかもしれないんだけれどもうーんあの <laughs> そこは自分の中で違うだろうというのがあってやっぱりその自分で部品買ってきて作りたいし性能はまあ圧倒的に及ばないそれはメーカーの人たちがその金に明かして作ったやつに及ぶはずがないんだけれどもそれでも作ってみたい。 人だったんですね。今でもそうです。で、リスク処理系。まあ sbc はただであの配布されてますけどもすごい高精度でね。あと、あれあれあそこのあの <laughs> 名前が出てこないリスプ商用のリスプですよね。アレグロアレグロ、あの小松さんが営業やってたね。あ、あれもね。す,すごいっていう話です。あの無償版。使っ たこととはちょっとありましたし20世紀の頃にねあの CD ログに役回られた当時のあの、えー、アレグロを使わせてもらってねすっげえ感動したことを覚えてますけどねさすがによくできてますわメーカー性はあの <laughs> で買うと結構ない,いのすんだけどね個人で買ってもね当,当時あいや,やめとこさすがにそれはちょっと買えるなと思って、えー、なんですけども まあそりゃ買ってくれば最高のものは手に入りますよ <laughs> 入りますよそりゃだってもう最高のエンジニアンたちがお金もらってあのフルタイムで作ってんだからそりゃ最高のリスプ処理系手に入るそりゃ分かるんだけどんそれでもちろんあれですよあの自分が職業プラマーでねあの早くに あの時間かけないで最高の性能を出してあのお客さんに提供しなきゃいけないんっ,ったらもう当然それ買ってきて、えー、それで作りますあの、まあ、それは当たり前の話だと思うのですけど私はあの別にそんなプロダクト作ってるわけじゃないし大体リ,リスクでしも守備的にやってるもんですからあのあこだわりたいわけですよ。で中身もちゃんと徹底的に理解したいし。 まあ及ばないにしてもやっぱりこう自分なりに工夫を凝らしていろいろやってみたいっていう強い意識なんですね。だからその,あの職業プランとしてリ,リスプで、まあ、どこかの人たちが職業プランでプロダクト買いておまま食ってるのかっていうのは知りませんけどほとんどいないと思うんですけれどもあのそうじゃない人が圧倒的に多いと思うのですが、えっと、そういう同じ土俵であればね ハなきゃだめでしょうって感じは私はしますけどねまあ私の個人的には主張なのですけれどもまで生き合いきはりの中買ってきてやりゃそれは高性能に決まってるじゃんかっていう感じでねうんいやだから職業としてあのプロダクト作ってきは当然そ,それでいいじゃそれしか一択、それが選択肢ないんでそれいいと思うんですけれども趣味でやってんだったらね やっぱりリスパイナノルーに名ルるんだったら、その上自分で作れようなってよ <laughs> 私はこ、いまだにこだわってますね。なんていうのがすみません、長々とで。そういうこだわりをその、この4行程度に込めて書いております。もしよかったら、あの、聞いたり投稿してますんで、えー、よかったら <laughs> 読みください。ほいじゃ、またお会いしましょう。